英楽通報。英楽通報は、中国の明朝大三大皇帝、英楽三角の大、英楽九年、1411年より鋳造され、始めた、同性戦火。日本では、室町時代に、日民貿易や和光によって大量に輸入され、江戸時代初頭まで流通、英楽銭、に、英銭などと呼ばれた。形状は、円形で、中心部に、 正方形の穴が開けられ、表面には、長らく通たからの文字が、上下右左の順に刻印されている。このような銭の形状、いわゆる片公園線は、中国古代の半量線に由来するものとされている。材質は、銅製、貨幣価値は一文として通用したが、日本では、天正年間以降、永楽通報一枚がビタ線四分文と、等価とされた。 慶長13年、1608年には、通用禁止令が出され、やがて官営通報等の国産の銭にとって代わられた。しかしその後も、久しという仮想通貨単位すなわち、A1 巻分イコール金1両であり1、千両を表す、A 環状年貢の取り立てに引き続き用いられるなど、長く影響を残した、A1 分は4分前後。なお、 英楽通報は民では流通しておらず、もっぱら国外で流通していたと考えられてきた。民では、初代後部三角の時に、戦火使用が禁じられ、すべて紙幣、後には銀に切り替えられていた。後部は中国統一前には、支配地域の一部で、大中通報、銅線を発行しており、統一後も、後部通報、銅線を発行していた。その後も、戦徳通 工事通報、火星通報が発行されている。一方、日本では、貨幣経済が急速に発展しており、中国戦火への需要が非常に高まっていた。そのため、日本との貿易決済用戦火として、英楽通報が鋳造されることとなったというものである。これは、英楽通報が、中国ではほとんど現存せず、日本でのみ発見されていたことによる説である。ところが、 近年になって、日本の英楽通報の中には日本で鋳造されたものが相当数含まれていると一説が出されたことでその前提に疑問が出され、後述、また、英楽九年、1411年に、石膏、後世、関東、福建の各不正主で英楽通報の鋳造が命じられている事実、内陸の後世や日本との関係の薄い東でも鋳造されているや、 影安7年1456年に北京に大量の私の英楽通報が持ち込まれていたことが発覚する北京の市場でカニーによる英楽通報が通用していたことが市中線混入の前提とるなど近年では少なくても15世紀後半の段階では英楽通報は民国内でも流通されていたと考えられている近年では さらに広範囲にわたって使用されていた可能性も指摘されている。2013年にはアフリカのケニアから英楽通報が出土している。平安時代から鎌倉時代にかけて日本国内の商業、物資流通が活発化するとともに貨幣の必要性が高まっていた。しかしながらその時代には律令体制が崩壊しており、 戦火鋳造を行う役所も技術も廃れていたことから、中国から銅線を輸入して、それを国内で流通させていた。その中でも、明の英楽三角の時代に、英楽9年、1411年から作られた、銅線英楽通報、英楽ゼニは当初は、明の国内でも流通していたのだが信用が低かった。中国では、新鮮よりも、 流通の実績のある創船や海元通報などが好まれたことから15世紀後半には民では次第に使用が寄付されるようになり室町時代後期に大量に輸入された。この多くは日民貿易、観光貿易や和光を通じて日本に持ち込まれたものである。英楽銭という用語は秋夜に輸入された同化一般を指す場合もある。 従来からの総船が数百年の流通により守ろう。破損したものが多くなっていたのに対し、新たに輸入された、永楽瀬には良質の導船であったため、東日本を中心に、江戸初期まで基本貨幣として使われている一方で、西日本では従来通り総船、ビタ船の流通が中心であったとされるが、近年になって、明朝時代に総船を渡ししていたという記述が、 いくつか発見され、それらの、総選が日本に渡ってきた可能は高いこと。また、口述するように当初の民選は、エリゼニの対象であったことが、各種法令などから伺えることなどから、永楽ゼニは日本に入ってきた当初は、日本全国で価値の低いゼニであった可能性がいい。民間が勝手に鋳造した戦果を市中選というが、中国江南地方や日本で作られた。 市中線も多く流通していた。なお、一般では、冠中線は品質が良く、市中線は品質が悪いと思われがちだが一概に素ように言える、ものでもない。冠中線にも産地によっては良質な市中線より、質の悪いものもあった。日本でも中国同様に、新中の民船よりも流通実績のある総船の方が価値が高いとみなされ、15世紀、 後半16世紀半ばまでの機内においては、霊楽通報などの民船は、条件付き、100枚中20から30枚までの、混入を認めるでしか流通しておらず、そのような操船重視政策を特に、機内の省エ領主が行ったため機内では操船使い、東北や九州などの辺境などから次第に、粗悪な船、ビタ船、ビタ税に数枚で聖船一分とする観光が、成立していくことで、 エリゼニの対象であった、英楽ゼニの地方流入を招くとともに、東国では後北条氏、有機氏などが、英楽ゼニを基準とした、寒高製の整備を行った。やがて1560年代に、民が本格的な和光取り締まりなどを行うと、中国からのゼニの流入が途絶えたことにより、ゼニ不足に陥り、機内では1560年代に、貨幣経済から、米経済、 1570年代に、米経済から銀経済への急激な転換が起こる一方、関東では何段階かに分かれていた、ビタゼニの改装が収束されていき、京泉、都来泉、市中戦を問わない総戦4枚イコール、永楽ゼニ一文という観光が成立していった。江戸時代に入ると、江戸幕府が、慶長11年、1606年に、 独自の動線形状通報を鋳造して2年後には、A 落ゼニの流通禁止令が出され、この段階では、形状通報の流通も十分でなく、実態は A 落ゼニの有意的通用を禁じ、ビタセン並みの通用になったとされるが、現在演武後の寛永13年、1636年には、寛永通報を本格的に鋳造し、官文年間以降、全国的に流通し始めると、 英楽瀬には次第に駆逐されていった。英楽通報が主に流通していたのは伊勢、尾張等の東国である。特に関東では英楽通報が基準通貨と位置付けられ、年貢や寒高の算定も英楽通報を基準として行った。これを長高制という。一方、西国では総戦など闘争時代の古戦が好まれ、16世紀に 入るまであまり流通しなかった。ところが、この事実には大きな問題があった。それは民で100年も以前に鋳造された銅線が16世紀の日本の東国で広く使われた経緯が不透明な点である。しかも、民との貿易を行っていたのは主に西国の大名や商人であり、日本に流入する英楽通報がまず彼らの手中に入るはずであるのに、 なぜ地理的に離れた東北でのみ流通したのかという点が十分に説明されてこなかった。このため、近年になって、黒田秋信は16世紀の東北で用いられた英楽通報は民で鋳造されたものではなく、そのほとんどが民の英楽通報を成功に再現して、日本の東北地域で鋳造された市中線である遊説を提唱した。折氏も、 茨城県東海村の村松白根遺跡から、永楽通報とその枝銭が発見されており、科学分析の結果に本国産の銅で鋳造された可能性が高いことが判明するなど、今後の研究次第では通説に対する大きな見直しが迫られる可能性がある。また、川戸隆は、永楽銭の言葉があるからといって必ずしも、実物の永楽通報でのやりとりを伴ったわけでは、 なく、特に時代が下るにつれて、1570年代以降、英楽には、実際の英楽通報の価値とは異なる。空位化した、基準学、係数単位化や、それに基づいた、一定の基準を満たす、生鮮群。そこには、実物の英楽通が含みうるを指すなどの変化が見られ、実物の英楽通報とに、英楽銭、長らか、 久しの関係の再検討の必要性を指摘している。織田信長は、永楽通報の衣装を、織田家の旗印として用いていた。理由は明らかでないが、貨幣流通に早くから注目していたためであるとも、言われる。新州上田城には、永楽通報門入りの鬼瓦があり、これは、上田藩主となった、戦国忠政の父秀久が、織田家臣時代に、 信長から配慮した家紋であると伝えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。